はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画の小問シリーズの第4弾をお送りします。でちょっとね、久々になってしまったんですが、まあ、皆さんの、ね、受験の問題にあるかどうかわかんないんですけど、よくね、大問1、まあ、小問集合っていろんなね、いろんな単元の簡単な問題が出てくるんですけど、まあ、そんなイメージで今回4問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分のが全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、いつも通り画面を下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。でちょっと下げますんでお待ちください。よいしょ、この辺でいいかな。 OK、 よし、外しちゃいますね。で、問題文外しちゃうので、まあ問題文見て、見ながらやりたいという方とかいれば、まあ Twitter とか、まあ別タブで開いてもらったりとか、ちょっとねチェックしてください。で、まず1番がルートですね。ルート45カッコ N プラス1の値が自然数となるような自然数 N のうち最も小さいものを求めなさいと。で、これはちょっとね、カッコ N プラス1っていう動画若干厄介に見えるんですけど、これもし、これ、まあ、こっちの方がよく出てきますよね、シンプルな。ルート 45N って、これが自然数となるような N を求めなさいと。一番小さい N だね。で、これ、まあ、他のとこでも解説やってるんですけど、自分のやり方は、この45ってやつをひとまず簡単にしちゃおうぜ。ほにゃらルート、ほにゃららいね。もう N をまず無視するの。で、45っていうのは、9を45なので、9を使ってるから3が出てくるんだよね。つまり、3ルート5Nとなります。で、この状態に持ってったら、もうここに書いてある数字が答えですよって。機械的に覚えるならね、これ N イコール5が答えなんです。この問題ね、こっちは。で、なんでこうなるかっていうと、自然数になるっていうのは、つまりルートが消えてほしいのね。ルートが残ってちゃダメなんだよ。で、ルートを消すためには、今、この3はね、もう出てきたから OK なんですけど、でわざと書くとこういう状態ですよね。5N っていうのは 5×N だと。で、ルートの中身が、例えば 5×5 みたいな。二つかけたものが揃えば出てこれるわけじゃないですか。つまり、N が5になってくれれば、5×5、つまり25なので、外に5が出てきますよね。出てきたことによってルート消えますよねっていう。で、自然数なるから、この時は5なんだよっていう、これをまず覚えてほしいんです。ここがのイメージが欲しいの、まず。で、これがちゃんと頭の中でイメージできてれば、よいしょ、ちょっと待ってね。今、カッコ N プラス1になりましたけど、まず同じように45、さっきと同じでね、3ルート5カッコ N プラス1とこう簡単にします。で、さっきと同じように考えれば、この N プラス1、ここが5になってくれれば 5×5 になりますよね。ってことは、N プラス1が5になってくれればいいんだって。つまり、これ移行してくれば、N イコール4ですねって、これで終了なんです、この問題。そう。だからさっきやった、例えば40、ルート 45N みたいな。ね。これよりもっと有名な問題ね。そっちをさっきやった問題の意味が、もう機械的にというより意味がちゃんと分かってれば、ここが、あ、ここが5になれば OK じゃん。じゃあ、これでいいよねっていう風に持ってけますので、まあ、ぜひこんな風に解いてみてください。で、2番ですね。まあ、式は一応書いておいて、2x2 乗プラス ax マイナス12イコール0の解の一つがマイナス4なんです。で、解がマイナス4っていうことは、x にマイナス4代入して OK だよねっていうことなので、マイナス4代入しちゃいます。そうすると、2×、まあ、マイナス4の2乗、一応書くか。ちゃんとね。マイナス4の2乗プラス、できる限り暗算しちゃっていいからね。こんな丁寧に書かなくて大丈夫です。まあ、こうなります。マイナス4、x に代入します。で、ここが四死16プラスのね、2×16 なんで、32、マイナス 4a、マイナス12イコール0。マイナス 4a、ここが20だから持ってくればマイナス20。つまり、マイナス4で割って、a が5と。はい、切れてた。失礼。ごめんね、切れてた。右に行きましょう。
こうだねってなります。でこのタイプの出題は A を求めなさいっていうことももちろんあります。だから A を求めなさいだったら A を5って書いてください、回答欄にね。ただし今回はちょっともう一歩先に踏み込んだ、じゃあもう一個の回、二次方程式なので基本的に答えは2個あります。まあ同じ答えなんで1個っていう場合もあるんですけど、じゃあマイナス4ともう一個何なのっていうことなので、A が5っていうのを元に戻します。ここそうするとちょっとね、もうちょっと詰めてくれよかった。 2x2 乗プラス 5x マイナス12イコール0と式がなりました。じゃあこの二次方程式解きましょうで終了になります。でまあ二次方程式の解き方はね何個かありますけど、多分進学塾とか行ってる方だったら、あと高校で習うたすき掛けっていう技を知ってたりすると思います。きっとそれしてると簡単なんですけど、多分ほとんどのね子がやってないものでもあるので、一応やっぱりこうやって因数分解きついなって思ったら解の公式を使っていきます。まあ解の公式を思い出すのもちょうどいいかなと思うんでね。じゃあ行きましょう。解の公式です。ここ空いてるから一応書いとこうか。 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。これね、でやっていくと、まあ、A が2、B が5、C がマイナス12ってことなので、2A 分の、だから 2×2 で、4分の、で、マイナス B だからマイナス5、プラスマイナス、B の2乗、5、25、マイナス 4AC は、マイナス 4×2× マイナス12です。はい、96か。プラス96やね。こうなります。で、ルートの中身が121になります。ルート121。で、121っていう数字は覚えましょう。これ11の2乗になってます。前ちょっとどっかで話した、ここかな？小文かわかんないけど、できれば15の2乗までは暗算しとくといいです。中学、高校受験する上では。15の2乗までね。121、144みたいな感じで。で、これが、つまり11の2乗なんで、11になります。ちょっとね、書くスペースなくなっちゃったんでごめんよ。つまりここが11になったんです。でこのプラスマイナスがある状態どう解くかっていうと、まずプラスで考えます。マイナス5プラス11は6です。つまり4分の6なんで、約分して2分の3になります。もう一個マイナスバージョン、マイナス5引く11はマイナス16、4分のマイナス16なんでマイナス4になります。つまりこの二次方程式の答えは2分の3とマイナス4なんです。で、本来の問題に戻ると、マイナス4であるって書いてるね、答えが。で、もう一個の答えって書いてるので、今回、この問題の答えは、こっちです。これが答え。x イコール2分の3が答えになります。ちょ、バツつけとこうか、わかりやすいね。こっちは答えとして書いてはダメです。今回はね。というやり方でやってください。で、3番です。今度またルートの問題なんですが、まあ、ルート75マイナスルート N イコールルート27。これを満たす N を求めなさいという問題。で、これはですね、うっかりミスをすると、やっぱり75に何引いたら27になるかなって考えてしまって、48かな？合ってるかな？ 48 やると27になるもんね。ってやって N48 みたいな。これはもう理想的な間違い。まあ、引っ掛けようとしてるやつですよね。あの問題作った人が。でそうではなくってどうやるかっていうと、これはですね、やっぱルートっていうのは見た時に簡単にできないかなって考える癖をぜひつけてほしい。例えばここもそうですけど、ルート45ってなってる、まあちょっとくっついてるけどね、ルート45になってるから、あ、3ルート5に直せるなみたいな。でこれもそうなんです、ルート75ってのは直すことができます。これは25×3 ですね。75っていうのは、25っていうのは5の2乗なので、前に5が出てきて5ルート3になります。でここはちょっとそのまま書いておいてください。で27っていうのは草27なので、9があるから3が出てきて3ルート3とこうなります。でさっき48ってこう書いて×な理由はですね、ルートっていうのは足し算引き算ね、掛け算割り算は違うけど、足し算引き算の時はルートの中身が同じじゃないか計算できないんだよね。ルート3引くルート2って計算できないからさ。で
ルートの中身がこうすると3で揃った。じゃあ、この部分、もう N とかどうでもいいんで今は、ここね。ちょ、ルート N のこの部分っていくつなのかなって考えたら、ここって2ルート3なんだよね。どういうことかっていうと、5ルート3引く2ルート3をしないと3ルート3ならないからさ。ってことは、ルート N の部分は2ルート3なんだってことが直したことによってわかる。じゃあ、ルート N、N 求めたいからね。じゃあ、この状態だと困るので、全部中に入れます。よくね、こうやって外に出すことはしますけど、75から5を出すとかするんですけど、中に入れるんです。そうすると、これね、2を中に入れる。中に入れた時はもう一回2乗つければいいので、ちゃんと書けば、22が4かける3となって、ルート12になります。つまり、ここでルート12なの。じゃあ N いくつ ?N は中の数字と同じなんで N イコール12となります。待って、これ入ったか、横ちょっとギリだよねすんません、ちょっとねあれだ、俺が板書少なくて済むかなと思ってやってしまった、俺が悪いね。これちょっと色を変えるのでここで許してください。 N イコール12となります。いいかな。で、ラストです。ラストはちょっとね、一風変わった標本調査ですね。で、標本調査に関しては、例えば、さっき言った小問集合っていうのが1番でね、こういろんな単元とか持ってきて、じゃあ2番は二次関数、3番証明みたいな単元が分かれてくるんですけど、例えば2番とか3番で全部標本調査っていうのはなかなか見ないです。やっぱり現段階だと小問集合でちょろっと出されることが多いんですね。で、標本調査っていうのは、こうあんまり学校でしっかりというかがっつりやらない方のが多いので結構戸惑うんですよ、突然出てくると。でも実は超簡単なの、標本調査ってやることが、まあ、もちろんえげつない問題もあるかもしれないけどね。なので今回ちょっとひょろっと入れてみました、まあ、できてた方は申し訳ないんだけど。で、今ちょっと確認すると、箱の中に同じ大きさの白玉がたくさん入ってると。で、標本調査を行いって、もうこの時点でね、ちょっとドロパーするよね。あの、わかんない子は、あ、無理だわみたいななっちゃうんだけど、ちょっと進みます。で、箱の中にある白玉、箱の中にある白玉の数を推定したい。いくつあるのかなって調べたいんです。これ標本調査だからね。で、箱の中から白玉を100個取り出したと。結構大変ですね。100個取り出す。で、その100個全部に印をつけて戻してみたの。いい？白が何個あるかわかんないけど、今全体に、全部はわかんないんです。でも、わかんないけど、印つけたのは100個ってことはわかりました、今。戻したからね。で、やってみた。で、その後に箱の中から白玉を30個取り出したの。30個取り出したら印ついたのが5個ありましたっていう。で、ここがポイントで、今、全部の段階、全部ある中では印は100個だった。で、30個取り出したら印が5個だったので、これを、30個取り出したら印が5個ってこうなりますよね。まあ書くとしたら無理やりね。で、これでどう求めるかっていうと、まあ全部がいくつって言われてるんで、ここわからないから X にします。X の時印が100、30の時は5。この4つを使って、あとは自分は引いといて終わりにします。全部印、全部印っていう感じでね。だから、全部印のペア、X 対100ですよね。全部印、次も全部、30個ってことを全部って考えたらね、全部印5っていう感じです。あとはこれ解いて終了で、比っていうのはなかなか外外の掛け算です。で、それでやっても構わないんですけど、ここちょっと30と100かけると3000ででかいので、まあ解けるけどね、このぐらいだったら解けるんですけど、比の時楽をする方法として、比っていうのはイコールの右側と左側をちょっと分けて考えることができて、右だけで約分、左だけで約分、約分って言い方欲しいけどね、することができます。だからよく式全体で5で割るとかしなきゃいけないこと多いじゃないですか、全部で。そうじゃなくて、イコールの右だけで30と5って5で割れるので、ここで5で割ることができます。5で割ると6でしょ、これ1でしょみたいな。ただし、これも100も割れるから5で割って20にしちゃおうぜっていう、こことこことここで割るのはダメです。だったらここも割ってください。5分の X に。でもめんどくさいでしょ？ 5 分の X なんかしちゃうとさ。だからこうやって工夫して、外外かけたらもう X だから。で、中中かけて600だねっていう。つまり、一応書こうか。X イコール。
600なので、今回およそ何個だよね。つまり答えの部分にはで、これも怪しい。怪しかったね。あー、本当に申し訳ない。ちょっと下げるか、そしたら。ごめんよ。ちょっと下げていいですか。あ、ごめん、ちょっと逆だった。このぐらいだったら入るね。多分。およそ。と言って入ってんのかな？およそ600個。入った。という感じでやってみてください。まあ、いろんなね、地域の受験問題とか模試の問題を見てって、標本調査で、うわ、めちゃくちゃ難しいっていうのは、なかなか見ないです。大体はこのぐらいのレベルのことでね、解くことができますので、標本調査ってだけで、ああ、知らない、無理って、もしね、この段階で思ってる方がいれば、こんな感じで解けるんだよっていう、まあ、きっかけとして、ちょっとなったらいいなと思っております。では、今回は、受験対策動画の小問シリーズの第4弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、また次回ですね、小問丸5とか、まあ、別単元もまた撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。